福島ファイヤーボンズの新体制発表会は昨日郡山市で行われました。昨シーズンボンズは初のプレーオフ進出を果たしましたが B1 昇格はなりませんでした。今シーズンのスローガンは売上、集客、チーム成績全てで歴史を塗り替えるリペイント。3シーズンぶりにキャプテンに就任した村上信也選手を中心に B1 昇格を目指します。全員が同じ目標を向いて前に進んでいけるように、個人としてもチームに引っ張れるように、頑張っていきたいと思いますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。福島ファイヤーボンズは来月1日郡山市で行われる開幕戦で佐賀バルーナーズと対戦します。